諸君、我々はこれより最後のスーパーリアクターの防衛に向かう。水星兵器白金込め。ジジイ、あまり。本作戦の目標地点、極南の島、極寒。だからこの子を放っておいたらまた問題起こすから、一緒に連れて行った方がいいって言ってるの。それに前回だってこの子がいたから助かったんじゃない。バカ言ってんじゃねえ。だいたいこんな鼻垂れにどうしてあんな真似ができたんだよ。もしもこいつが敵のスパイだったらどうするんだ。鼻なんか垂らしてねえ。あんたはすぐにスパイスパイね。この陶片棒くうるさい。このヘチャムクレ。なんだとてめえ。ママー。ああ待て、レッド、お前の考えを聞こう。私は、私は彼の参加に賛成です。これは地球の存亡をかけた戦いです。彼にも戦う権利はあります。何？そして何よりもあの強大な敵に立ち向かうという勇気を私は称えたい。彼の覚悟を尊重し作戦に加えるべきです。何言ってやがる、まだ子供じゃねえか。長き足手まといだ。男が戦うことを覚悟したらもう立派な戦士だ。それに少年一人が重荷になるような我が隊ではない。極寒アイランドまであと1000メートル。敵のアルゴンレーダー服役に入ります。分かった、責任は私が取る。ワンダフルワンダブル王ルカ少年。ラジャー総員出撃。ラジャー。ユナイトアップ。ラジャー。
Ha!
しぶりだね、坊やたち。貴様、ビジョル。青い坊や、あんたが私に夢中になるのを見ていて思い出したよ。そういえば昔、まんまと私に騙された惨めな地球人がいたことをね。なんだと。ブルー、挑発に乗るな。あの時一緒にいた坊やが、まさかこんなに大きくなって私の目の前に現れるとはね。あんたのお兄さんもあの世で泣いて喜んでるんじゃないかい。お兄さん、この野郎。ソイン、ユナイトアップ、ライダネルソンの旦那。俺のためにわざ。お前のような奴が一番手がかかるからな。いつでも命を懸けて戦ってるんだ。どうして片手までやってるような甘っちょろい奴の指図なんか聞いてられるか。片手間か。ブルー、20年前の侵略戦争で肉親を失ったのはお前だけではない。あいつの父の最後は今でも目に焼き付いている。そう、20年前にあの日の出来事だった。
あの母艦に新型ミサイルをぶち込めばこの戦いは終わるってわけ。そうだな、白金の旦那。ああ、新開発デジタルパンデミックミサイルをあの母艦にお見舞いすれば、奴らが食らいついているダミーネットワークを伝ってデジタル伝導バクテリアが増殖し、奴らの兵器は全てパーというわけじゃ。よくわからねえが、まあなんとかするぜ。そんな役回りだが仕方ねえ。アーサーには借りがあるからな。よう、アサ、助けに来てやったぜ。これで借りはチャラだな。ネルソン！なんだ坊主、また親父の職場に潜り込んでたのか。だがちびっこ軍事マニアも今回はさすがに懲りただろう。うるさい！新型ミサイルの誘導装置がやられた。乗員は全員避難済みだ。ネルソン、あとはこの子、ウィルを頼む。やだ、盗撮的な UFO に飛行機をぶつけるつもりなんでしょ。一緒に逃げよう。ウィル、お前は行くんだ。これは父さんの任務なんだ。さあ、脱出艇へ行け。いやだよ、僕も一緒にいる。ウィル、アーサー、お前も行くんだ。あとは俺がやる。バカを言え。いくらセンチネルスーツといえど、この爆発の衝撃に耐えることなど不可能。これは俺の仕事だ。アーサOh, my God.
は用事ができたので見物は終わりだ。お前たちはこのおもちゃと遊んでやれ。逃げる気か！ブルー、追うな！この降車砲を破壊するのが先だ！レッドは目の前で父親を失い、絶望しただろう。だが、あいつが最も絶望したのは、自分自身に負けたという事実だ。心の弱さゆえ、何よりも自分の魂が敗北したことに、あいつは深く絶望したのだ。センチネルズに入隊するときに、あいつは私にこう言った。もう、いかなる戦いからも逃げない。どんな困難にも立ち向かう覚悟だと。そして、任務の傍ら教師の職について、未来を担う子供たちに、どんな困難にも打ち勝つ、強い心を教えたいと。ブルー、誰しも戦う理由だが、お前たちワンダフルワンダブルオーはチームだ。一人はチームのためにあり、チームは一人のためにある。それを忘れるなよ。青い坊や、これで最後だよ。なんだ？ブルー、無事だっちか？妹ちゃんがこのロボットで駆けつけてくれたっちよ。ね、妹ちゃん。ああ。お前たち。まずい。今の衝撃で額に損傷を。逃がすか、ビジョーヌ！アイス、全速前進。メインエンジン、最大出力。総員、ユナイトアップ！ライダー！
ないと。そうだ、こりゃこりゃ今だ、やれ火宮神パンチ。なんという力だ、これがあの恐るべき大銀河帝国へ受け継がれていくというのか。何？ブルー、どうしたっちか。突っ込むか飛び込むしか知らない無計画バカがあんな戦い方をするなんて、風邪でもひいたっちか。うるせえおい、妹、いい腕してるじゃねえか。うちはチームワークが看板だ。ついてくるなら足引っ張らねえようにしっかりやれよ、ブルー。それからみんなに頼みがあるんだ。一丁景気よく俺をぶん殴ってくれ。え？理由は何でもいい、とにかく目覚めの一発ガツンと見舞ってくれ。そんなこと言われても、ほら、暴力は。どうよ、そんな油切った顔殴るなんて嫌よ。いい度胸だっち。お前には恨み骨髄、この日を待ってたっち。ほら、ちゃんと立て豚、手を後ろに組んで歯を食いしばれっちよ。この野郎。待ってくれ、ここはリーダーである私がみんなを代表してその役目を務めよう。いいぜ、レッド、ガツンとやりな。鬼だっち、レッドに鬼を見たっち。すまなかったな、グリーン君、差し出がましい真似をして。いっちよ、それよりグリーン君なんて堅苦しいのはなしだっち。これからは呼び捨てでいっちよ、レッド先輩。さあ行こう、ワンダフルワンダブルを総員前進。了解、大将。男ってよくわからないわね。